いやー VR って本当にいいもんですね。皆さんこんにちは、こんばんは、猿頭トリートメントです。今日遊んでいくのがプロジェクトウィングマンというゲームで、戦闘機のパイロットになってリアルなドッグファイトを VR で楽しむことができるゲームです。このゲームは PC もしくは PCVR 専用ゲームなので、クエスト単体では遊ぶことができませんのでご注意ください。あとね、結構今回も画面の揺れが激しくなると思うので、ちょっと画面酔いなどしやすい方は注意して見ていただければと思います。では遊んでいきます。おおあ、やばいなこれ、むちゃくちゃ綺麗。これね、僕のパソコンやとだいぶ重たいんでかなり画質落としてるんですけども、それでも十分綺麗ですね。うわー、リアル、うわ楽しい、もうこれだけで楽しいねんけど。あー、朝日が眩しいな。お、来た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 、こんにちは、どうも思わず手振ってしまいました。自然に横向けるのが VR ならではですね。このガラスの傷がまたリアル。いつかこのゲーム最高画質でフライトコントローラー使って遊んでみたいな。めちゃくちゃ面白いと思います。さあ、いよいよ敵が出てまいりました。数字が動いてるのは距離ですね。あ、メートルなんかな、それともフィートとかヤードヤードはないかミサイル発射。あー、外れた。避けるのうまいやないか。おーいしょあ、ふわっとしたジェットコースター、よし、ジェットコースター乗ってる時にふわっと来るじゃないですか、あれを感じることができますしっかり後ろつけて当たるか。あー、ダメか。いや、体がふわふわしますねいくらね、誘導ミサイルやからって言ってもしっかりと後ろから撃たないとね、避けられてしまうんですよ。ほらほらほら、うまいなー。うおーよし、しっかり追いかけるぞ。右、今や今や、ファイヤー、よしよし、あ、怖い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 、あ、ぶつかるかと思った。よしよし、こんな感じやな。結構序盤から敵がねミサイル避けるんで、すごい難しいですね。おっしゃ、ナイス。うわ、これやばい、楽しすぎる。あかんあかんあかん、しっかりと敵を狙いながら敵の機体の向きを見てですね、これ今向こう向きかけて、今や、オッケー、どう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 、おら来たいや、これ最高に気持ちいいな。うわー、よし、次どうや、当たるか、なんか避けそうやな。あー、避ける。あー、動いた動いた動いた、無理か、無理やな。いいねいいね、ワクワクしますよ。ここで出力落としてブレーキ、よっしゃ、後ろ行けるよ、回り込んでファイヤー、これは行ったでしょう。あ、あ、避けた、やるな。でもしっかり後ろついてるよ。もう一発ファイヤー、オッケー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 、イエースあ、楽しすぎる。もちろんね、ただドッグファイトを楽しむだけじゃなくて、ストーリーもしっかりありますし、ミッションが終わると成績に応じたお金がもらえるんですが、そのお金を使って新しい戦闘機を購入して乗り込むことができるんですよね。その機体によってね、使える武器とかもいろいろ変わってくるみたいで、結構奥深く遊べるようです。いつかなんかどっかで何か間違ってこれ戦闘機乗せてくれへんかな乗ってみたいわ。よし、雲の中に突入。うおー、真っ白真っ白真っ白、おー出た。うわー、すごい水滴やば。うわー、実際こんなんなるんやろか、めちゃくちゃリアル。多分ですけど、これ乗ったことある人に一回やってみてほしいですね。このままね、竜の巣とかあったらね、中入ってみたいですね。おばさん、あれは竜の巣だー、でれれ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 って。いや、でもね、そんなしょうもないこと言ってますけど、そういうのを想像したくなるぐらい景色がすごく綺麗なんですよ。いや、ほんといいですよ。マルチプレイがね、まだ対応してないんですけど、このゲームもしマルチプレイ対応したらね、もちろんドッグファイトも楽しめるんですけど、なんていうんですか、航空機ショーあるじゃないですか、こんだけリアルなんでね、何人か集めてああいう遊びをする人も出てきそうですよね。 VR 航空機ショーちょっと見てみたい。近距離の時にね、このガトリング砲を当てれたらむっちゃ気持ちいいと思うんですけど、これがなかなか難しいんですよね。あー、当たらない
くそー、これ当てれるようになりたい。まあミサイルでいきましょう。よいしょい。さああとはあの大きいやつを、倒せばミッションクリアかな。でかいでかいでかい、結構でかいなこいつ。うぃー。たまにね機体にぶつかって死ぬ時もあるんでね、そこも気をつけんとダメなんですよね。おお怖い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 。あ、ふわっとした。よし、こっちから回り込んでファイヤー、オッケー。あと一発ぐらいかな。よし、おった、ロックオン、ファイヤー、ブヒク。わあ、うわ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 あ、落ちていく落ちていく。それをね、こう目で追っていけるのがすごいな、やっぱりリアルやわー。うわー、さようなら。あー、危ない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 。さあミッションはクリアしたんですけど、なんか続けて着陸しなあかんらしいんですよね。どこや、あー滑走路見えてるわ。うわー、だいぶ角度ずれてるな。着陸ってめちゃくちゃ難しいイメージなんやけど、なんとかね今まで遊んできたゲームの知識を集めていけるでしょう。まず滑走路の正面に出なあかんよね。ずれまくり、まっすぐ滑走路に合わせないと。高度もスピードも重要ですよね。スピード速いとね、着陸してもねスピードが落ちずに向こうの端でまたさよならって離陸せなあかんくなるもんね。でも遅すぎてもあかんしな。あー、やばいやばい、ずれてるずれまくってる。大丈夫これ。あ、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 来た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 。いけるいけるいける。ここで、しっかりブレーキ。よし、乗った。滑走路乗りました。ここでちゃんとブレーキをかけて。いや、これ、角度的にも完璧違う。うわ、めっちゃ綺麗綺麗綺麗。わ、ちょっと自分でもびっくりしました。これはトム・クルーズも褒めてくれるぞ。よし、ミッションクリア。この手のゲームをやるとね、絶対にやりたくなることがあって、見てください、この街並み。高いビルがたくさん並んでます。あのビルとビルの間をね綺麗に駆け抜けることができたら気持ちいいと思うんですよね。しかもそれを VR で体験するっていうのは、もうそれは本物と一緒なんじゃないでしょうかと。そんな体験をしてみたいと思いますが、めちゃくちゃミサイルで狙われてるんですよねさっきから。ちょっと許してよ。あ、めっちゃ撃たれてる、めっちゃ撃たれる、3発。うわー、あー、数多。いやー、危ない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 。いつかね、これ自分の知ってる街並みの上とかを飛べるようになったら、もうマジで死んでもいいかもしれん。いや、死なんけどね、それぐらい嬉しいと思います。とりあえずこれ倒しとこう。結構街広いなー。あ、向こうにもある。あ、奥にもある。へえ。これは楽しいぞ。わあ、めっちゃ低いとこ飛んでる。うわあ、気持ちいいな、これ。これはやばい。あいつの目が窓から顔出して持てるね。あかんあかん。実際のパイロット目線はこうです。来たよ、来たよ。これ、いける？怖い。怖い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 。ちょっと待って、ちょっと待って。怖い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 。おー、怖い。怖い怖い。あ、いや、めっちゃ、おっと、ちょ、怖い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 。おーい。あ、すごい。やっぱ迫力が、えぐいっすね。でも、ビルの形が全部一緒。はははは。あ、かなり楽しめます、これ。飛んでるだけで楽しい。よし、行くぜ。うおー。よー、来た。間、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 いけるか。あー、やばいやばいやばい。あー、そう、あー、あー。いや、最後本当に怖かったですね。昔からね、こういうゲームやるとアクロバット飛行がどうしてもしたくなっちゃうんですよ。ああいうビルの間を抜けたりとか、あの橋の下をくぐってみたりとかね。VR でやるともうその迫力が全然違いますね。
一般に発売されているテレビゲームも VR 化されるだけでもう何十倍も面白くなるんじゃないかなって思いました。いや、ほんまに今後の VR の発展が楽しみですね。というわけで今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。皆さんからの高評価、チャンネル登録をお待ちしております。そして猿頭トリートメントはエコ VR ジャパンのコミュニティメンバーを募集しております。エコ VR を遊んでる方であれば初心者ベテラン問わず募集しております。気軽にご参加ください。参加方法は Discord サーバーに直接アクセスいただくか、 Twitter にて猿頭までメッセージをいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。猿頭トリートメントでした。